不思議の国で一緒に遊ぼう。今日も素敵な何かをさあ作ろう。アリスと不思議の国のベーカリー先行放送、16日土曜日昼1時30分から新しいお友達に会えるよ。ぽっちゃりウサギのモランとびっくりひよこのピヨピヨの愉快な毎日。モラン月曜日から金曜日朝11時24分ディズニーチャンネル。カンフーパンダ運命の拳ディズニーチャンネル、毎週土曜日朝11時は動物たちの知られざる秘密が明らかに。ディズニーチャンネルアニマルワールド。7月は優れた能力を持つ生き物が大集合。一瞬で体の色を変化させるタコ、なんとゾウは足で音を聞くことができる。生き物たちの驚きの姿を楽しもう。動物トリビア大公開総集編特別版、7月の毎週土曜日朝11時ディズニーチャンネルアニマルワールドで。久しぶりのメッセージね。頑張って一人前の立派な魔女になって必ずママの元に戻るからね。イーダとキングの過去は何だ、謎を追うリリス。イーダもきっと喜ぶはず。そして覚悟はいいか人間よ、衝撃の新展開。ありがとうルース。はいママ。アウルハウス水曜日夕方5時から1時間2話目は新エピソード。ディズニーチャンネル Hey It's Miracle Time で。行け私の可愛いしもべ、ミラキラスを奪え。なんとかしないと。戦え行くよ。友達のため、家族のため、そして愛する全ての人のため。ヒーローたちが悪の手からハリーを守る。準備はいいかなマイレディ。子猫ちゃんから。ミラキュラスレディーバグ&シャノワール、土曜日と日曜日夜7時から1時間ディズニーチャンネル。今日も暑くなりそうです。テント暮らしの孤独な高校生本田トールが出会った相馬家の人々。はじめまして。彼らの秘密は異性に抱きつかれると動物に変身しちゃうこと。もう何百年も昔からね、トールとの出会いが相馬家の呪われた運命を少しずつ変えていく。お友達になってくださいね。フルーツバスケット土曜日夜10時、ディズニーチャンネル。またまた始まるよ、カンフーパンダ運命の拳ディズニーチャンネル。